コンビ、かまいたち、山内健司、濱家隆一が19日、公式 YouTube チャンネルに動画を投稿。山内が子供の頃に家族旅行に行った記憶がないことを明かした。動画で山内は花見の思い出を語る中で、家族との花見や家族旅行をした記憶がないことを明かした。山内はあんま行ってないけど、お父さん、お母さん、俺、弟でどっかに旅行に行った記憶がない。怖いから、と話した。子供の頃を振り返り、お母さんがどっかに出かけるの好きじゃなかったし、お父さんはどこかに行こうって積極的な感じじゃなかったから、家を開けて旅行に行ったっていう記憶がないと語った。続けて、実家が近いのよ。おかんの実家が車で1、5分くらいの場所。遠出を全くしていないと明かした。